今回はこの戦型の賞がもらえる今こそ戦型大強化、これをちょっとやっていこうと思います。よし、なんとかできた。今これ夜の9時58分。いや、1回だけなんかちょっと軽くなった。もう最初から30分からもうものすごい重くてやってらんなかったんですけど、なんかちょっと40分ぐらいから軽くなったんで、マルチ最後入れたね。なんでこれちょっとやっていこうと思います。で、最後に今日取った戦型の書全部使います。で、マルチの時はこの編成でやってたね。で、ソロの時はもう普通にあのウリエルとかの全敵レーザー系、まあマルチだとこれで長弾で全処理してなんとかするみたいな。ただ紋章ついてないと倒せなかったんですよね。いや、すげえもったいない使い方してる気がする。いや、でも今回のこれ皆さんどれぐらいできました？いや、自分は一応今日1日、まあ、2時間フルに使えたんで、まあ、それなりに多分出た方だと思うんですけど、多分、まあ、普通の学生さんとかはあれじゃないですか、まあ、普通に授業とかがあるからできても多分2降輪ぐらいが限界だと思うんですよ、夜の2回でも。夜の2回でも5枚ぐらい得られたらいい方じゃないかレベル。正直1枚でもすごいありがたいぐらい。正直これ1日できる人と学生とか仕事とかある人との格差がやばい気がするんですよね。で、しかも得られるのは先見の書っていうものすごいモンスト内でも一番貴重なものだから、いや、これはね、ちょっと荒れる気がするな。いや、せっかく7周年今すごいいい流れで来てたのに、これで一気に下がった気がするね。公式のリプランにも文句の数が何件、1000件以上来てるから、いや、あれだけリプされてるの初めて見たわ。どうだろう、いや、ダメか。なんで、いや、これちょっとあと2回あるじゃないですか。なんかちょっと対策しないとなんかあれな気がするね。例えばなんだろう、あれ、なんだっけ、特玉クエストみたいに、一発限りで、まあ、あれマルチできたら大変だから、ソロでしかできないようにして、1日4回できますよ、みたいな。で、確定で、戦型の書は1個ドロップするようにして、あとは運、みたいな。いや、それぐらいの感じだったら、ギリギリまだセーフなんじゃないのかな。いや、この仕様、あと、2日やられると、多分、残り2日フルに周回できた人と、できない人で、ものすごい差ができると思うんだ。ああ、重。いや、でももう10時だから、みんなもう去ってしまってあれな気がするな。意外と早い。なんで、ちょっとこのままの仕様だと、ちょっと文句が、やばい気がするね。いや、頼む、最後。お？なんだっけ、あれ。お、パワー。いや、頼む、もう一枚ぐらい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 。いや、まあ、2枚でもすごい方。なんだっけ、砲撃？砲撃とパワーか。でも、超パワーってあんまり、あれなんですよね。なんか使うキャラがそんなに多くない。デクとかはもう、重心化返しちゃったしね。じゃあ、戦型の書使います。というわけで、2時間、今日1日2時間やって得られた成果が、こんな感じ。まあ、それなりの成果は、まあ、得られたんじゃない。まあ、全く得られなかったわけじゃないね。なんで、得られたのが、確かクリアするだけで超バランスは1枚もらえるんです。だから超バランス4枚、パワー2枚で、超スピード2枚持ってたんですけど、1枚シリウスに使ったん で超砲撃2枚だから10枚か。だから1降臨あたり30分、だいたい何周ぐらいだろう、1回4周ぐらいかな。それぐらいやって、まあ、一回降臨あたり 2.5 枚ぐらい。だから、どうなんだろう、運がいい方なのか悪い方なのかは分かんないけど、まあ、それくらいだったね。一応、ラキモンとか、まあ、その辺は全部頑張って今回準備したんで、あれだったね、多分いい方。で、まあ、ちょっとつけていくね。こっちじゃないや。で、まあ、知ってる人も結構いそうな気がするんですけど、まあ、こっちの、まあ、遊撃ついてる。本当だったらこれ、進化マナのベースのあっちになったんですけど、まあ、超バランスつけることで、これつけて、あれね、入れ替えても、この後進化マナベースの方に変えても、ちゃんと超砲撃になってるっていう、まあ、小技、多分もう知ってる人の方が多い気がするし、確か昔動画で言った気がするな、ちょっと数日前ぐらいの。いや、でも本当にこれで、まあ、これをこうやってで変えます。どっちだっけ？で、この超バランスマナをこうやって、こっちのマナに変えても、ちゃんと超砲撃になってる？よね。うん、なってね。だからこれで、まあ、バランスか砲撃、どっちか出たら、マナを実質両方とも、超戦型にできるから、すごいいい、みたいな。はい。で、あとつけていくね。解放の書から。うわ、超砲撃は、で、超バランス、もう決めてるんですよね。まずエレン。はい、もうこれは、もうエレンも原作で言ってたもんね。今からこれちゃんと厳選して、同族会議3種つけるから。はい。いや、もうこれは、全部俺に投資しやがれって、エレン言ってたもんね。だから投資します。
で、あとはあれだね、ワンパン要因、ネタ攻略とか取るときにも結構役に立ちそうな、どの辺だったっけ。まあ、今回のリヴァイね、リヴァイに、つけます。で、同族過激の方ね。いやでも逆に同族会議の方につけるのはどうなんだろう。大体どのキャラも同族で揃えてるからな。意外と実は激死とか戦型につけた方が出番あったみたいなパターンもちょっとあるかもしれない。まあいいや、もうつけちゃったし。で、あとキリトさんもどこかにいたはず。あ、弁財天はもうすでにあの超スピードのやつ作ったし、進化ベースの方はいらないというか、まああれに挑戦権つけるの多分意味ないんで、まあちょっと置いときます。で、一応これすぐに使わずに、一応ハロウィン10月末までぐらいだったから、あの超バランス、うーわ、あと誰にしよう、何も考えてなかった。やべ、1枚余るな。決めた、弥勒にします。で、弥勒も一応最近そういえば21の動きで使ってたけど、リュウジオのせいであんまり使わなかったけど、まあ殴りが強くなるのがバランスの書なんで、まあこれちょっと多分使ってもそんなに後悔ないんじゃないかな、きっと、多分、おそらく、メイビーで。で、とりあえずバランス型はこれで多分全部使い切ったはずね。で、これで、はい。で、超パワーは、とりあえず見たら、武見和地、まあ、カズさんにまだこれつけてなかったんで、とりあえずこれにつけます。で、もう一体どうしようかな。いや、もうとりあえずカズさんはいるなと思って見てたんですよね。いや、もう一体どうしよう。で、これで、まあ、ワンパンの、あの、幅がちょっと広がる。一撃重くなるし、ね、あとは、なんだろう、剣持って強くなるタイプ。一応、剣の倍率も 1.5 から、1.8 に上がったはずだから、まあ人によってはどうなんだろう、これにつける人もいるかもしれない。いや、いねえ、誰もいねえ。いや、一応超パワー、ワトソンはたんまり使わないしな。使ってるのは多分、使ってるパワー型ってムーアルファぐらいなんですよね。じゃあムーアルファにします。多分これぐらいしか、正直パワー型で今なんか普段使い、まあこれも近畿ぐらいしか使わないけど、まあ使ってるキャラいないですね。あとカインでも使うか。なんで、まあ、これにつきます。いや、これ以降の超パワー出たらどうしよう。なんもキャラがいないんですけど。いや、デクにつけてるって思うまでですね。で、超スピードは多分これ結構選択肢多いと思う。多分。結構多い気がする。で、枠が余ったらコンプレックスにも上げたいね。まあ、今全く鍛えてないけど。あれ、意外とやべえ。いねえ。24の極で確実に使う高杉にしようかな。いや、でもちょっとも、あ、そうだ。キルは確か、そうだね。確か昔キルは、アリアで使った時に挑戦形にしてねえやみたいな話してたから、キラーにします。いや、これは多分王道だろうね。枠余った人はキラー、キルアにするっていう人結構いそうな気がする。はい。で、最後、長方形2枚か。2枚だと、まあ、これあと、まあ、残り2日はフル周回できるかちょっとわかんないんですよね。だからちょっと節約しないといけないんですよね。どうしようかな、誰にしよう。砲撃だし、まあ、ハロウィンガチャで見る人は多分見るだろうから、今する必要ちょっとあるのかって言われて、レクイエム砲撃か。砲撃レクイエムなんか強いって聞くもんね。ただ、ラック10なんですよね。運極にしてね。よし、決めた。とりあえず1枚、真珠にします。で、真珠は、いや、正直今普段使ってるかと言われると、ちょっと微妙なところだけど、あれだしね。なんだっけ。まあ、ネタでたまに使うからね。マナは、サブ機の方に結構鍛えたマナ多いんで、メインはあれだけなんですよね、あの1体。あれ1体いたら多分十分かなって。なんでちょっと、今はいいかな。ダメだ。全然なんか、いや、何度も見てたけど、いや、なんか、もうこれだっていうキャラだから、ちょっと出てこないんですよね。もういいや、ガブで言います。ガブも多分2年後にはただ超、慣れかしそうな気がするけどね。まあいいや。なんで、これでとりあえず使います。で、これで使い切ったね。いや、なんかちょっと、古いキャラ、なんかどうなんだろう。実用性じゃなくて、なんかノリでつけてる感が否めないけど、まあ、あと2日 ?2 日あるだろうし、まあ土曜日は多分、フル周回できると思うから、また多分全部1枚以上は、おそらくもらえるだろうから、まあこれぐらいかな。ただ、まあ運営さんも、なんかちょっと、やり方変えないと、本気で次回から荒れそうな気がするもんね。まあいいや、その辺は運営さんが考えでしょ。じゃあこれで終わります。ごきげんよう。